足に一番来やすいですね。ヒールずっと履いてたら、ね、腰は痛くなる。とか靴ずれとかも、もうふくらはぎ来てますね。来てます、ね。はい。ヒールの付け根めっちゃ痛くなるようになりました。高校生まではなんかそんな履いてなかったんですけど、うん、かかとの高い靴、ヒールとか履くようになってちょっと痛くなることになります。はい、新生活で新しい靴を下ろした方も多いのでは。その靴、ちゃんとあなたに合っているものですか？春から初夏にかけて足とか、まあ、腰とかの不調で受診される方は増えますね、はい、福岡市博多区の未来クリニック。この時期多い時で1日に10人以上が足腰の不調を訴え病院を訪れるといいます。その不調の原因、多くが合わない靴にあるんだそうです。腰が痛くなったっていらっしゃるんだけど、実はそこに靴が変わったことに気がつかなくって、はい、腰が悪くなっちゃったって考えるわけですよ。サイズなど合わない靴による代表的な足の症状が扁平足や外反母趾、タコ、魚の目など。さらにコロナ禍ならではの足腰のトラブルも近年増えているといいます。コロナで歩かなくなってね、はい、足腰衰えたとか、はい、ね、ちょっと体力なくなったとかね、階段ちょっと登っただけで息苦しくなっちゃったみたいなことね、いっぱいあると思いますけど、あります。同じように足も支えることが難しくなってくるんですよ、はい、そうすると変形が進んじゃうとかってことになって、それが痛みにつながっちゃう。体はね、対応しようとするから。足の筋肉が弱ることで骨盤や背骨に歪みが生じ、体の様々な場所に痛みが出ることもあるといいます。そのような症状を自宅でもチェックできる方法が、ご自分の足あるじゃないですか、はい、紙を用意して入れるんですよ、はい、スーッと入っちゃう、はい、でこうなると浮き指です、浮き指、かかとに重心が偏り指が浮いてしまっている状態です。大人だけではなく子供にも多く、ある小学校で児童380人を検査したところ、8割以上の児童にこの浮き指が見られました。やっぱりその浮いてること自体に気がつかないし、浮いてるからって指が痛くなるわけじゃないので、そこに気が回らない。財津キャスターも調べてみると、ここでいいですか、うん、はい、はい、もう完全にこっち側浮いちゃってますよね。あ、え、もう紙を入れずに、わかるでしょ、もう浮いてるでしょ、紙なんか入れなくったってスッスッ入りますから。あ、本当だ。両足の小指から中指にかけて3本の指が完全に浮いています。立っている時のバランスを計測してみると、画面左側、均等に体重がかかっているのに対し、財津キャスターは重心がかかとに集中し、指先にはほとんど体重がかかっていないことがわかります。普段ヒールのある靴を履くことが多く、無意識にかかと重心になってしまうことも原因の一つだということ。この反り具合も、これも親指の浮き指なんですよ。親指が浮くこと自体はほとんどないんですけど、はい、でもこれは親指の浮き指なんですよ。こういう方はここにね、穴開いちゃうんですよ、靴下。え、開きます。開くでしょ。え、開きます。開きますよ。これは浮き指だから開いちゃうんですよ。そうなんだ。浮き指を放っておくと体の様々な部位に負荷がかかります。下半身太りや全身の疲労感につながる場合も。そこで対処法の一つが、爪を伸ばすことです。爪があることによってしっかりと支えられるんですよ、はい、爪がなくなっちゃうと支えがなくなってしまうので、はい、指をかがめないと靴が脱げちゃったりするので、はい、足の指の背中の方にマメができちゃったりしてくるんですよ。どれぐらい目安とかありますか？指からどれぐらい出た方がいい？お肉と爪が同時に当たるぐらい伸ばした方がいいです。ってなると、あと一月ちょっとは切ったらダメ、結構辛いかも。切りたくなるんですよ。その衝動を抑えるのが難しい。そうなんですね。簡単そうで難しい。いや、解決方法が面白いですね。爪を伸ばすことなんだ。ちょっと意外ですよね。ね、財津さんかなり歪んでる。かなり歪んでて足も反ってました。この絵もすごい。黄色を履いたりとかね。はい、ということでですね、はい、長岡さんも浮き指かどうかちょっとチェックしていきたいと思います。いや、ちょっと怖い。はい、まず立っていただいて、はい、自然に立って、はい、じゃあちょっとお願いします。はい。指に髪がスッと入ってしまったら浮き指。あ、入ってるんじゃないですか。あ、ちょっと小指怪しいですね。小指怪しいですよ。全然全然。小指ちょっと上から取ってください。小指を置いてもらって。いや
全く入ってない。小指浮いてますって。全く入ってないでしょ。小指がちょっと怪しいかな。小指がちょっと浮いてますよ。なんでその小指だけ疑われるまあね、チェックして、雪指だったという方、改善のためのストレッチをお教えしたいと思います。ストレッチで改善。ストレッチ、はい。まずはですね、座っていただいて、はい、で、足を上げて、片足のもものあたりに乗せます。はいこんな感じはいそんな感じです、はい、で足をこう指で掴んでいくんですけどその時にですね、はい、これが足だとしたら、うん、足の指を手の指の付け根あたりに置く感じで優しく掴みますこういう感じはいグッと握らず優しく、はい、優しくそれを奥側と手前側に5秒ずつぐらい優しく曲げていきますこの時ギューッと強く曲げずにもう赤ちゃんを触るぐらい優しくそんなに優しく優しくそんなに優しくてストレッチになるんですかこれを、片足10回ずつ毎日やると足と床の接地面積が広がって浮き指が改善していくということなんです、まあ、片足10回ならすぐじゃないですかそう簡単にできますよね、まあ、すねただこれが足が上げてるのが辛いとかちょっと難しいという方別の方法もありまして、同じように座っていただいて足は下ろしていただいて、はいはい、で足の指を使ってかかとをグーッと上げてくださいもうこれだけですこれを5秒くらい上げてまた下ろすっていうのを繰り返して大体全部で3分くらいですね失礼しましたどれですか5分を上げるという仕草を、全部で3分くらい行ってください3分1セットということですね、はい、デスクの下とかでもね簡単にできますから、ね、皆さんテレビご覧になりながらやってくれてるんですかね、はい、やってくれてるでしょう、はい、そしてですねよく歩く日にスニーカーを使うという方も多いと思うんですが、はい、スニーカーを選ぶ時のポイントとしてステスンというものが大事だと平井クリニック今井院長がおっしゃっていました、はいこのステスンというのが何かと言いますと、うん、まず正しいサイズを測ってそれにプラス1センチから 1.5 センチこれをゆとりのある靴を選んでもらうことで足の変形を防ぐことができるということですなるほど、はいはい、ぜひチェックしてみてくださいお願いします